みんなのリズム天国第9回目ですね。やっていきましょう。前回はエースリミックスまでやっていきました。まあっていう感じでした。そこまで苦労はしなかったです。では行きましょう。大好きラップ2ですね。大好き、抑えきれない気持ちをなおもラップで伝えよう。しかもちょっとおしゃれにね。ほう、おしゃれ、シャレオツに。大好きラップ2、おしゃれに行くよ。ラップをおしゃれにやるってどういうこと？お、シャンデリア。びっくりした。急に始めないでよ。結構覚えてるもんな。大好き。うわ、裏吐くかよ。うわ。うわ。あ、早かった。くそ、あ、ミスった。喋ってる。来た。好きなんだ。あ、うわ、むずい。あ、早かった。あ、早い。ハードついてた。難しい。あ、3人だ。難しいし長くなってる。本当に好きなんだね。あ、よかった。やり直しみたいなこと言われるのかと思った。でも結構ミスったけどな。決めるところは決めるんだよ。うん、女の子やっぱ可愛いよな。俺なんか毎回言ってんな、本当に。よし、じゃあ次。よいしょ。これは図書ガールズか、古書ガールズになってる。私たち古書ガールズ、探求心を持つ人も応援します。心のこもった応援で今日も誰かが大発見。ワン、ツー、スリー。古書ガールズ、メガネっ子ですね。お、わ、くそ、リズムが違う。はい、あ、負けた。あ、くそ。くそー。ああ、くそ。はい、ドン、マイ、ドゥ。はい、ブー。はい、あ、待って、投げ。喋れないしね。ああ、うわー、どうだろう。何回かミスったぞ。あー、危ねー。もう多分今後この良しとしますっていうのが増えてくると思います。危ねー。嬉しい発見。本か。最近あんま読んでねえな。次なんだ？ゴルフか。ホールインワン懐かしいね。
ホールインワン再びパワーアップして帰ってきたお猿さんとマンドリコを満足させられるかな。初めてやったやつですよね。あ、懐かしい。ウッキッキ、ウホホーだよな。あ、女の人になってる。ほい。ほい、あ、ミスった。あれ？うわ。あれ？下手になってる。ああ。ダメだ。お猿さんより俺お姉さんのスカートに目がいっちゃう。変態か。ああ。ダメだこりゃ。まあ、そんな冗談はさておき、真面目にやんないとな。はい。はい。全体的にピンクになってんの。あ、裏ハックかこれ。違うのか。ほい。4回やってきたよ。はい。だいぶ掴んできた。大丈夫かな。これ面白いんだよな。ほい。まだあんの？あら、ごめんよ。ああ、これはきついか。最初結構ミスったからな、今も。ああ、きつい気がする。最初ミスかったしな、結構。え、いいの？あ、よかったよかった。あぶねえ。ここで決めなくちゃ。うん、すごい。お姉さんのスカートにばっか目がいってた。さあ、次、一時画面戻んなくていいよ。うわー、ロボット工場か。第二ロボット工場行きましょう。ここは第二ロボット工場、頑張ってロボットを作ります。ちょっと頑張りすぎかも。グレカ落ちた。第二ロボット工場。ほう、覚えてるかな。あ、間違えた。あれ、あ、早かった。でも難しいんだよ。あれ、これやってる時も結局わからないまま終わってる気がするんですよね。第1回目やった時に、うわっ、こら、2、はい、締めすぎが怖いで、それを気にするあまり早めにやっちゃうからこうやってなっちゃう。俺誰に言ってんだ。ああ。もうダメ、こういうの。ほんと苦手。あ、いいの？なんかすごい気使ってもらってるんだけど。すいませんね。いいのかな、これで、ほんとに。ロボットもハートが大切。まあこれでだいたい今10分ぐらいですよね。いやー、ほんとにこれでいいのかな。リミックスいきましょう。ノリノリだ。Let's try! リミックスナインス、行きましょう。
なんかちょっと目がチカチカするな、これ。配色だよ。配色。お、なんだ？やがて女は綺麗になるだろう。ちょっとフェイク！やめて。うわ、くそ、くそ、うわ、びっくりした。ああ、ミスった。うわ、うわあ、うわ、出た。わかんねえ、初めてできた。ああ、びっくりする、これ急に来るから。頭長っ。うわミスった。曲いいな。早いんだよ、ここ。ほい、猫がいる。くそ、ミスった。空手が好きなのに。はい。あ、くそ。秘書さん、ごめんなさい。食ってる。くそ。連続かよ。くそ。ダメだこりゃ。マジさ、これ一発でできる人いんの？急にさ、こんなポンポンやられてさ。はい、頑張りますよ。くそくそ、早えな。今回の獲物釣れませんな。くそ、全然太刀打ち できなかった。さあ、行きますよ。そう、リモコン、リモコン効かない。違う違う違う。クリアしたよ。はい、行きましょう。クソ、敵バキドッカンミスったよ。あぶねえ。あぶねえ。クリアクリア。今回の獲物釣れました。釣れました。うん。いやー、今回のは結構あっさりいきましたね。まあ全部平凡でしたけど。まあそれも初めてですね。全部平凡だったのは初めてだったかなと。Twitter とブログ相変わらずやっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ついに10回目か。
うん、早いもんですね。もうこんなにやってきたんだな。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。